ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。3月4日でして、ライブフォーザネクストの当日になりますので、行ける方はぜひ楽しんできていただきたいなと思っております。 BE:FIRST および BMSG 関連の供給がたくさん出てまして、いろいろとあるんですよ。まずね、これはもしかしたら期間限定かもしれないんで先にお伝えしておきますけれども、レイちゃんがですね、加藤沢レイコくんがお花屋さんのリフトさんと一緒にやったインスタライブがあったんですけど、私それを見ながら昨日ね作業とかしてて、非常にね癒され空間だったんですけどもね、レイちゃんとお花が非常にね似合うっていうね、可愛いもの同士っていうところがあって、まあ似合いましたね、癒されましたね。でインスタライブのアーカイブがリフトさんの方のやつで上がってまして、基本インスタライブのアーカイブってそんなに期間たくさんは残せないので、もしかしたら早めに見ないと終わってしまうかもしれませんが、非常にね優しい感じでレイちゃんらしいなっていうのと、お花屋さんとのねそういうレイちゃんとの相性がこんなにいいとは、まあでもなんか予測は結構できるような感じでというかね、非常にいいですね。まあそういうところがありましたんで、そちらの方もリンク貼っておきますので、ぜひね見ていただきたいなっていうところで、まあそんな感じで情報の朝活ラジオ動画でございますね。でこれがねなかなか私としては非常にねエモいのですけれども、もうね予約しました。というのがスカイハイさんのエッセイが発売決定です。はい、4月15日金曜日発売ということで、 Amazon の方で予約をもうしました。晴れるまで踊ろうというタイトルで、こちらがですね、アングラとメジャー2つの世界を生きたからこそ、すべての発言が俯瞰で超空撮的、そして絶対的に優しい。この、帯もなんかラッパーっぽいなって思うね。すべての発言が俯瞰で超空撮的、そして絶対的に優しいみたいな、あんまり言うまくいかなかったな。はい、次世代のリーダーがはみ出し者か、異次元のオーディションで BE:FIRST を生み出した革命的プロデューサー、晴れるまで踊ろう、これが今世の中に必要なクリエイティブではっていう形、画像をもしかしたら貼っておけてるかもしれませんが、なかなかこう攻撃的とは言わないかな、挑発的とも言わないかな、なんかこうアグレッシブなアティトゥードを非常に感じる帯でいいっすね。かっこいいな、黒と赤のこの感じいいっすね。まあこれヒップホップ関連の、著書ってわけでもなく、リーダー論ですよね。これはね読みたい人結構多いんじゃないかなって思いますね。私はこれ非常に読みたかったんですぐに予約しましたけども、はい。いやいいっすね、これは楽しみで仕方がございませんよね。であとね、ノベルコア君のツイートがありまして、サムネの画像には反映できていなかったかもしれませんが、ドクター R 氏とセッションをしてヤバい曲の原型を作ってきたっていう形で、凌介ドクター R 酒井さんとの話ですね、原型作ってきたと。まあ酒井凌介さんといえば BE:FIRST のデビューシングル「Gifted」を作ってくれた作曲家の方ですよ。の、そうそう。でちなみに AK69 さんってね、まあ、スカイハイさんの曲も作ってくれていますが、 AK69 さんというね、ノベルコア君のバースデーライブにゲストで来てくれたベテランラッパーいますけど、あの人の曲だったりとか、まあちゃんみなさんの曲だったりとか、あとウーバーの曲とか作ってですね、ウーバーワールド、あとあれかインターセクションもそうなのか、まあこれはちょっと創造の方の子たちで、ミカさんとかね、いたんだけども、そうそう、まあそういう感じ、やっぱワールドワイドの音作れる人なんだなって気がする。はい、でノベルコア君がこのヤバい曲の原型を作ってきたっていう話をしてて、コアハウス、コア君のファンクラブの方には少しだけ載せたっていう形でも書いてありますのでね、ぜひ入ってる方はチェックをしていただければって思います。で他にもね、やっぱりこの ZIP とそれからスッキリの方で、いわゆるバイグッバイが3月9日に、ZIP とスッキリでライブがあるっていうのがあるから、それまでにリレー配信みたいな感じでしてるわけですよ。でこちらの方がZIPさんの方、2日目がマナトくんとシュントくんで、シュントさんの今グッバイしたいこととはっていう形でね、まあ、いわゆる
人見知りってことを言ってましたけど、そう、まあでも彼も若いのでね、人見知りっていうのは結局人と関わる仕事をしていくと、もう自然と解消されていくものだとは思いますけどもね。うん、多分ね、蒼太くんとかね、翔太くんとかみたいなタイプの方が逆に珍しいんだと思うんですけどね。うん、あと人見知りだけれども頑張って話すタイプっていうのもいますけど、まあ蒼太くんと翔太くんに関してはあれは完全にね、ガンガン人にいけるタイプの、まあ私としても非常に羨ましい属性を持った人たちだなっていうふうに思います。りょうくんとかりょうきくんはまたちょっとタイプが違うと思ってるんでね、まあそこもありつつで、でもやっぱりね、BE:FIRST明るい人多いっすよね。俊斗くんもね、十分明るいなと思うんだけど、人見知りと明るいってまた違いますからね。明るいけど人見知りっていうのもいますから、まあそんなことで、でマナトくんと俊斗くんのそれが良かったし、俊斗くんがジップやるときにウインクしたところがね、話題になっておりましてね、罪作りな男でございますねっていうね。あとマナト君がね、バイバイしたところとかね、グッバイしたいところをしゅんと君に聞いた時に軽くバイバイしたところとかも可愛かったのですけれども、はい、そんな感じですよ。はい、昨日のね、ソータ君とジュノン君のもう漫才みたいにいい感じのやつと、今回のマナト君、しゅんと君の可愛いが溢れている感じっていうのがね、またこれもね、しばらくは見れるから、その比べてみたりして、しかも短い動画ですからね、何度でもこれ見ることができますねっていうところですね。ドラマの方もさよならのその前にの方もね、非常に面白そうな展開になっていてね、まあ朝ドラですから結構楽に見れるし、 TVer でね見れるっていうのもまたありがたい話ですよね。はい、まあそれもありますけどもね、一生にいろいろと供給があって、ね、ベスティの皆さんもザストミンの皆さんも VMSD 箱推しの皆さんも嬉しいですよねっていうのがある。でこれ ZIP の方の話がマナト君とシュント君で、で、ちなみにそのスッキリの方はインスタの方でですね、まあこちらもあるんですけども、一人ずつインタビューみたいな感じになってて、で昨日の動画で反映できなかったんで、まあいわゆる概要欄の方にだけ貼ってあるんですが、レオ君の一人で喋ってるものと、それからソータ君の喋ってるやつが上がってまして、でおそらくは私が動画撮ってる段階でまた新しいものが上がるんじゃないのかなっていう気がしておりますね。でスッキリの方は森圭介アナウンサーがオタク心全開で文章も書いた上での、紹介をしてくれておりましてね、うん、ちょうど今ねソータ君のやつをミュートで流しながらこのラジオ動画撮ってるんですけども、森アナウンサーの熱量がね高くていいですね。3月9日 BE:FIRST スッキリ生出演、バイクいっぱいだけじゃなくて2曲、いまだに自分で書いてても信じられずにじっと手を見る、うん、なんかどっかで聞いた話だ。メンバー一人一人によるカウントダウンはスッキリインスタだけ、謎、これを思いついた人天才、ひなられあげたい、ぼんぼりもつけてあげる、うん、テンションがおかしい。今日はそうださ、ダンスでてっぺん取ってラップの才能が開花して、さらにあの時まで恥ずかしがっていたで歌よ、ちょっといいですか、才能が開花しすぎ、桜より先に満開なのよ、いいわ、118っていうね、まあ、そんな感じです。いいですね、このダンスでてっぺん取ってラップの才能が開花してみたいな感じで、森アナウンサーもね気づかないうちにちょっとラッパーっぽくなってるような気がする、この会話の流し方がねっていう風に思ったりしました。はい、はい、まあいろいろとね供給が多くていいなという風に思うところでございますけれども、他にもちょいちょいね、例えばノベルコア君のインスタの方のストーリーで、バッドホップっていうね、まあ、いわゆる若手のイカチー系のね、まあ、ハードコア系のラップ集団の人たちがいて、そこからの多分高校生ラップ選手権でつながった人たちで、まあ、バッドホップの2人は2人なんですけども、そこは多分ちょっと先輩に当たるんだけれども、そこの服をね、ブレスっていう服を作ったブランドで、その2人が作ったブランドの服をもらったみたいで、まあそういうつながりもあってね、非常にいいなって思うんだけど、まあ基本その、まあ、ノベルコア君のね、そういうまあラッパーとしてのイカチー方の友達っていう感じで、でまあ今ちょうどね、そのブレスの服見てるんですけど、いやいいっすね、おっさんが着るには少しね辛いけど、まあ値段もヒップホップブランド的な感じで、まあまあいい値段はするんだけれども、若手のラッパーとかにはこういう感じで少し服をね
高めの服を着てもらって自分のそういうあのパワーっていうものを示すっていうのをやってもらえると、こういうのね、バッドホップもそうだけど昔ながらのやり方をやってくれてるのいいですね。ラッパーは結構あのアメリカなんかでも服やったりするっていうの多いですからね。はい、まあ JG なんかも服やってますけども、まあ、そんな感じでございます。いろいろとありますね、うん、ヒップホップ関連にももっとねこうフィールしていければいいなって思ってます。本来 BMSG はヒップホップのねレベルだと思ってますんで私は、うん、はい、まあそんな感じでございます。いろいろと情報共有させていただきましたけれども、まあ、おそらく動画上げるときにはスッキリとか ZIP さんの新しい動画も上がってんじゃないかなって思う。で、あとスカイハイさんの、まあ、あのエッセイも楽しみでね、楽しみですし、レイちゃんのインラインに関してはあのもしかしたらいつまで見れるか分かんないんで早めにっていうところはございますかね。はい、そんな感じです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。